マリアです。ピンク TV 始まるよ、イエーイ。はい、今回の企画は緊急パッキング。急遽明日からお泊まりになったので、今から急いでパッキングをしていきたいと思います。それではどうぞ。今日は朝から用事があって外出してたんですけど、帰ってきてご飯食べてお風呂入って11時になったので寝ようと思ってたんですけど、急遽明日からお泊まりになったので急いでパッキングを しようと思います。言うても修学旅行の時にパッキングしてたので、まあ、余裕のやっちゃんです。なのでさっさと終わらせてパパと寝ようと思います。とりあえず朝使うものも全部キャリーの中に入れておきたいと思います。なので朝起きたらまずスキンケア、とりあえずスキンケア OK、 パジャマを入れます。あとカーディガンもあるんですけど、カーディガンはまだ洗濯してもらってて乾いてないので明日の朝入れます。パジャマ、スキンケア入れて、あとはメイク道具か、筆とかコスメとかはだいたいここの中に入ってるんですね。だからちょっといつもよりつけ足すっていうか入れるものを入れていきたいと思います。ピンク止め、最近下地代わりにしてるやつ、マスカラじゃなかったビューラーとラメ、あとセザンヌの涙袋のやつを入れておきます。あ、ファンデ、メイク道具はこれ。やばい、結構パンパンかも。あとは何いるっけ。あ、お風呂の用意してきます。どこにやったっけ。お風呂セットの場所がわからん。そう、これ泡立てるやつ、体用と顔用のやつ、ボディーソープもう全部セットで入れてきます。で、これコーム、マペペって書いてある、もう一緒に入れてきます。これ乾きになってるやつなのですごい楽。シャンプーで、これはここに入れときます。これはあれです、修学旅行の時のホテルのアメニティです。みんな持って帰ったんだけど、多分マリアぐらいじゃない、活用してる人。これで、あ、ヘアオイルか、ジップですね。ジップロックに入れてきます。これどうやって、あ、オッケー、ロックされた。で、頭、あ、クシール、クシーを入れてきます。タンガルチーズ、おやすみ、いてら、いてら、入れました。やばい、おいらかもしれん。あ、マリアといえばのやつを忘れていました。何かわかりますか。正解はおやつ。ドゥンドゥクドゥンドゥン、あ、映ってなかった全部。おやついっぱい用意したんですけど、何を持っていけばいいのか今から選んでいきます。まずこれはこの抜き取ったい酸っぱいロシアンルーレット付きのやつ、ちょっと待って、おやつだけで反対側1個全部埋まるかもしれない。あとこれかわいいの、キャラポケのやつ、これはおいしいクッキー、無印の。ちょっと最近本当に勉強してなさすぎてやばいので勉強道具も入れていきます。ちょっと上に取ってきます、取ってきました。
修学旅行の時は制服だったので全然考えてなかったんですけど、私服持っていかなくちゃいけないことに今気づきました。お菓子なんか詰めてる場合じゃなかったんだけど、本当に。とりあえずワックを詰めるね。ちょっと待って、2階に行ってパパッとコーデ考えてきます。明日のコーデはもう明日の朝決めるとしても、この中に入れる明後日泊まった次の日いいか。ちょっと待って、気温バカ高いじゃん。もう半袖でよくね？ 25 度ぐらいだよ。半袖の服を取ってきます。とりあえずじゃあ持ってく服はこれにします。ここに絆創膏とかいろいろ入ってるんで、これをこのままポンって入れてきます。待って、めっちゃパンパンなんだけど。おやつどうしよう。手に持ってく？最悪。もう大丈夫だよね、持ってくもの的には。アイロンはもうポケットとかでいいでしょ。ここにもう詰めれる分だけお菓子詰めてきます。修学旅行最終日の時これ閉まらなかったんですよ。リュックにいろいろ詰めて帰ってきました。終わりました。超絶グダグダでした。でもなんとか終わったので大丈夫です。明日から楽しんでお泊まりに行ってきます。すいませんね、なんかこんなグダグダのまとまりのない動画で。もしこの動画が、ちょっと待った、下着入れてないよね。ちょっと待って、本当に焦る。ちょっと待って、もう一回確認するね。開けて、朝起きます。歯ブラシ。ちょっと待って、修学旅行の時の歯ブラシどこだったか忘れた。ちょっと取ってきます。やばいってマジで全然終わらんやん。とりあえずママが予備用買っててくれたので、歯ブラシと歯磨き粉を持ってきます。もう本当に焦る。パッキングとかもう一人で絶対無理じゃん。最初余裕のよっちゃんとか言ってたし。で、下着か。多分これで大丈夫。もう疲れた。やば、もう11時半過ぎてるし。多分これでもう完全に終了しました。明日からね、また楽しんできます。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。